そんな動画作ったって新人たちちゃんと見ますかね。これみんなちゃんと使いますかね。ただアイデアが山のように積み上がっていってるが、どうせダメだよねと諦める考え方、改革が進まない人の考え方。はい、皆さんこんにちは。ライズプランの武田と申します。建設業を持ち上げて楽しい仕事にするために YouTube チャンネル建設業を持ち上げる TV を運営したり、現場ラボというサイトでは若手の育成、働き方改革のサポートなどをしたりしております。ということで本日も本題の方に進めていきますが、今日の本題は何かと言いますと、改革が進まない人の考え方ということでお話をさせていただきたいというふうに思っております。まあそうだな、教育ってすごい時間かかりますよね。1年生が現場に入ってきて、仕事が楽になるなんてことは基本的にないですよね。1年生っていうのはね、何もわからないところからスタートしておりますので、要は新人さんですね。その人たちが入ってくるということは教える比重がかなり大きくなってしまう。だからすごく大変、業務としてはねすごく大変になるっていうことってあると思うんです。まあそれ1年生だけじゃなくてね、2年生3年生とまだまだ戦力としてはちょっと物足りないよねっていう人たちが入ってきた時も基本的には一緒で、大変な作業ではあるよねというふうに思うんです。で、まあこれだけじゃないんですけども、例えば教育って話をした時に、この教育っていう、この教育負担っていうふうな言われ方をするんですが、この教育負担を軽減するっていうこともやっぱり効率化の一つとしてカウントしていかなければいけないんじゃないかなっていうふうに思うんです。まあだからね、僕は、新人スキルアップ研修ということでオンラインで基本的なところを、まあ机上で教えられる範囲は僕の方で肩代わりして教えますよというような、まあ、そんなことをやっているわけですが、これもね効率化の一環ということなんです。でね、こういうふうに教育っていうものを考えてみたときに、例えばですけども、当たり前のことっていうのをまずは動画にしてしまおうかと。で、動画にしてしまって1年生に見てもらえればね、僕らが教える手間が省けて、なおかつ向こうもねしっかり と整理された情報を手に入れることができるよねっていうことで、まあ、教育負担の軽減につながるんじゃないのという発想って結構たくさん、皆さん持ってる部分はあると思うんです。まあ当然そこにはハードルがあって、それ誰が作るんだとか、どうやって作るんだとか、まあ、いろんなことを考える部分はあったとして、でもそういうふうに動画に置き換えることっていいことかもしれないねという発想自体は多分ですね、皆さん考えたことはあるんじゃないかなって思うんです。じゃあそういう時に枷になってしまう考え方って何かっていうのを、考えていくと、多分ですが、そんな動画作ったって新人たちちゃんと見ますかねっていうふうな考え方をしてしまう。僕はですね、これが一番の枷になってしまっている部分なんだと思うんです。この考え方だと基本的には、改革というのは進んでいきませんし、その時代が進歩するってことは基本的にないんです。なぜなら今までのやり方じゃないと無理じゃないっていう大前提に立ってしまってるからだというふうに思うんです。これ動画だけじゃなくて、例えばアプリを、こういうアプリを導入しましょうかってなった時に、これみんなちゃんと使いますかねっていうふうに、斜め上から、違うのかなちょっとまあ斜に構えた感じでどうしても見てしまう。だからまあでもね、こんなことやったってどうせうまくいかない、どうせ使わないから、だからこういうのお金かけて導入するよりも、今ある仕事をもっともっと効率的に効率よく仕事できるようにちゃんと教えた方がいいんじゃないのかっていう結論になり、結局そういうテクノロジーだとかアプリみたいなものの導入を断念してしまってる場面ってないでしょうかっていうふうに、まずは問いかけをさせていただきます。でね、何がこのなんていうのかな、動画なんて見ますかね、この考え方に何が問題点があるのかっていうことをお話しするならば、単純な話、惜しいんですよどの目線で言ってんだってね、すいません、失礼だと思った、お前失礼だなと思った方に関しましては申し訳ありませんが、でもすごくもう一歩だなっていうふうに思うんです。で、それは何かって、動画なんて見ますかねっていうところまでは多分みんな思うんです。でも導入してる会社と導入してない会社、この違いは何かというと、この動画なんて見ますかねの後に続く言葉なんです。続く言葉が、厳しいですね。やっぱり見ないか。ってなって終わってしまうのが、いわゆる進歩しない人たちだというふうに思います。じゃあ進歩する人たちはどう考えるのかというと、動画なんて見ますかね、
どうやったら見てくれるかなっていうふうに考えていくこと、これがおそらく進歩の第一歩だと思うんですよ。進歩の第一歩ってちょっとなんか言いづらいですけどね、第一歩目なんだというふうに思うんです。アプリを導入してどうせあいつら使わないしなって言うんじゃなくて、どうせあいつら使わないしなの後に、でもどうやったら使ってもらうことができるんだろうかって考えるということ、ここが抜け落ちてしまうからこそ、発想が発想だけで終わってアイデアがアイデアとして成り下がってしまうという原因なんじゃないかなっていうふうに思うんです。まあ各言う僕はですね、そうだな、レモンサワーというものを作っております。でね、レモンサワーというものを、まあ現場ラボアカデミーというところで作っているんですけど、この作ってるレモンサワーというものを、こんなの飲んでくれるかなっていうところで、もしも終わったとしたらですよ、きっと誰も買ってくれない商品が在庫の山として残っていくはずなんです。ですがそこで止まっちゃいけないんですよ。そうじゃなくて、じゃあ買ってもらうとしたらどういうふうに言ったらいいのか、どういう人たちに届ければいいのかっていうことを、そこから先どんどんアイデアを出し考えて行動に移していき、そしてようやく購入しようかなって思ってくれる人が出てきた時に初めて、あ、こういう方法をやれば買ってくれるんだということに気づくことができるって話なんです。話を戻します。動画を仮にね、教育の動画を作って、僕たちがね、教えなくても動画が教えてくれるというような状態を作るってすごく楽なことだよねと。やっぱりこう効率化につながるよね、だから動画を作ろうか、でもんな動画作ったってちゃんと見ますかねの後に、じゃあどうやったら見てもらうことができるのかっていうこと、もしくは見たとしてちゃんと理解したかどうかを判別するためにはどうしたらいいのか、それを評価するためにはどうしたらいいのかっていうことを具体的に考えていくっていう、このプロセスが何せ大事なんですよ。で、仮にね、もしも、まあ、僕がやるなら何をやるのかっていうと、動画というものを、作った後に、例えばですよ、テキストみたいなものを作って、その理解度を確認してから次に進むようにするみたいなやり方をすれば、見ざるを得ないよねと。それが評価基準になってますよね、みたいなことになっていれば、もう嫌顔でも見るしかないよねっていう状況を作ることができますよね。で、もしくは、それをやると給料が上がります、みたいなことであれば、もっともっとこう、モチベーションを保ちながら、なおかつ学ぶこともできますよねと。で、それをやった後に、例えばね、実践演習みたいな形で、実際にその動画で習っていたことを、じゃあ、ちょっとね、時間を割いて教えますか、腰を据えて教えますかというようなところをすれば、基本的な教える部分はもう分かった前提で、そこから先を教えることができるよねっていうことになるんで、先を教えるために基礎はお前ら自分で学んどけというような感じにすると、まあいずれにせよね、先輩たちと接触しなきゃいけないわけですから、何かしらやっぱりやっとかなきゃダメだなという気持ちが生まれてきて、見ざるを得ないという状態でできますよね、みたいな感じ。まあこれが正解かどうかは分からないです、分からないんですが、ただ、動画なんて見ますかねではなくて、じゃあ見せるためにはどうしたらいいのか、見てなおかつ理解をして、それが実践的に活かせるようになるためにはどうしたらいいのかという、その次の策というか次のアイデアを考えることを放棄してしまうから、結局実施されずにただのアイデアになってしまってるんじゃないかなっていうふうに単純に思うんです。アプリも一緒ですしね、何か新しいことを始めようとした時、否定的な考え方が出てきてしまうのは人間しょうがないことだと思います。そしてそれに対してものすごく否定してくる人たちがいるというのもやっぱりね、しょうがないことですし、人間っていうのは基本的に学びたくないんです。今の状態が一番いいんですよ。だけど自分たちが大変だから効率化していかなきゃいけない、何か効率化の施策を編み出さない限り、残業が減っていかない、そういう逼迫した状況になるんであれば、やっぱりアイデアは大事、それに対して行動に移すことが大事なんです。だけどやっぱり今一つ、もう一歩、前進するためには、動画を作りました、よしみんな見ろって言ってる場合じゃないですよ。見ないっていうことに気づいた後に、あれ、なんで見ないんだ、なんでお前見ないんだ、ちゃんと見ろみたいなことじゃなくて、自然と見る方法、嫌顔でも見てしまう方法、気がついたら学べている方法みたいなことを頭を使って考える。多分ね、そのアイディアと動画を作るっていうことがかなりハードルが高いと思ってるかもしれませんが、そんなものはね、簡単にできちゃうんです。お金を出せば作ってくれる人もいますし、そんなに難しい技術ではないわけです。ただ問題なのはそこから先だということに気づいていただきたいなということです。アプリを導入する、そこから先なんです。
じゃあそれを自然に使ってもらう状態にするためにはどうしたらいいのかというのを考えることの方がむしろハードルが高くて、そのハードルに気づかずに導入したことで満足してしまっている人、もしくは導入したってどうせ無理でしょということで導入すらしない人、こういうふうな考え方によって改革というもの、効率化というものは前に進まなくなって、ただアイデアが山のように積み上がっていってるがどうせダメだよねと諦める考え方がそのね進化を拒んでしまってるんじゃないかなっていうふうに思うんです。まあ改めて言いますが、基本的に、新しい発想のアイデア、まあ発想のアイデアでね、新しいアイデアというのは基本的には誰も乗っかってこないです。人間はそう簡単に変わらないんです。だからこそ、でもね、そういうふうに考えた時にこういうふうにしたら何かが利点があるわけですね。だからそういうアイデアが生まれたんであれば、それはぜひ行動に移すべきです。ただ単純に行動に移すんではなくて、物を作ったから自動的に売れるなんてことはないんですよ。教育の動画を作ったから自動的に見てもらうことなんてないんですよ。その理由がないと。基本的に見ることはないんです。なのでその理由、なぜ見なければいけないのかというところをしっかりとプロデュースしていくっていう、このねマーケティングのような社内的にマーケティングをする、これを買ってもらうためにはどうしたらいいのかみたいなことを考えていくことっていうのが、要は改革を進めていく次のステップなんだということになります。このステップを踏み出せないと、ただお金の無駄遣いを延々し続けて、設備の無駄遣いを延々し続けていくってことになりますんで、必ず何かを導入するとなった時に出てくる否定的な、考え方、そこが重要なので、そこをじゃあ切り崩すためにはどんなアイデアが、その先のアイデアがね、待っているのかじゃないな、持つべきなのか、どういうふうに建設的に考えていくことができるのかということをぜひぜひ、知っていただければなというふうに思います。むしろアイデアよりもそのアイデアを作ったその先、使ってもらう人たちの目線に立って考えられる、この考え方がおそらく、改革を進めて進歩を加速させていただくんではないかなというふうに思いましたので、今回はお話をさせていただきました。効率化なかなか難しいと思いますが、でも、ちゃんと施策を打てば、ちゃんと考えて、ちゃんと次のステップまで、考え切ることができれば、しっかり広めることができますので、その先を考えることに、ぜひ幹部の人たち、部長の人たち、わかんない、その上の人たちは、そちら側に注力をするということに舵を切っていただければな、というふうに思いましたので、今回お話をさせていただきました。はい、ということで、今回は、効率化のお話をさせていただきましたが、これからもね、このようなお話をどんどんしていきたいというふうに思っておりますので、もしよろしければ、チャンネル登録をして、次回の、チャンネル登録、フォローをして、次回の動画をお待ちいただければと思います。またいいねだったりね、コメントだとかその辺もいただけますと、感想だとかをいただけますと、僕の励みにもなりますので、そちらの方もよろしくお願いいたします。はい、ということで本日の放送は以上にさせていただきます。また次回の放送でお会いいたしましょう。それでは全国の建設業の皆様、本日もご安全に。お疲れ様です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 。